西さん、はい、また日が空いちゃいましたけども、はい、今日はですね青空のエンディングをやってですね、はい、叩いてみたりね向けて練習していきたいと思います。アウトロなんですけど、はい、アウトロではですねそこにある変な形したシンバル、これですね、チャイナシンバルって言うんですけど、うん、そいつを使います。はい、ちょっと音を出してみましょう。はい、ほう、どうすか、鐘の音みたいなね、ゴーン、うん、こいつはですね普通のクラッシュよりも1段階上に行ける、うん、もっと盛り上がりたいって時に使うわけですね。へえ、はい、中国のシンバル、チャイナってだけだよなんけどで、フレーズなんですけど、はい、ちょっと叩いてみようか。アウトロ行く時は B メル、あB メロ、 B メルB メロに行くね、うん、時にのフィルに使うじゃん、うん、ね、これでアウトロが4小節8ビートがあってライトで、うん、4小節ね、4、2、3、4、足と一緒に4、2、3、4、ね、うるさシャンシャンってあって5小節目、6小節目エトビートやったら、またギターソロのところ、あ、ね、この動きで、はい、この2つ目と3つ目だけ使います、ね、それラスト、これラスト、へえ、こんな感じで、最後ちょっとだけほんの気持ちだけ遅くなるかな、でもほとんど変わらない。だからアウトロやると、なんだ今のそれを俺にやれと最後のやつも、最後のやつも俺やんの、やるよできるでしょ、早っ、やったじゃんこの間、あ、それなのね、へえ、はい、やってみよう。そう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 、タコトドン、タコトドン、やれよ早く、タコトドン、あ、どうやるんだっけ、タコトドン、あー、できた、もう一回思い出したわ、しっかり叩いて、なにそれこのパソコンもおかしいね、今びっくりしたんだけど、このパソコン壊れてるんです、 MacBook Pro 買いな、やだ高えもんな、誰か買ってくださいね、まあそんな感じですかね。わかりましたか？はい、とりあえず。ってことはもう
これでまあとりあえず全部できたということですね。さあこれで叩いてみたを取れるかな。やるしかない。叩いてみたのね。準備いろいろスタジオ撮ったりさしないと大変だよ。いや本当にね、一日仕事だから。ちょっと失敗したらまたはい大使からってなるから。そうそうそう、大変だから本当に。なので、はい、すぐ叩いてみたらできるわけじゃないけど、うん、近日公開ということで皆さんお楽しみに。はい、じゃあお疲れ。お疲れ、本当にお疲れ。